7月24日月曜日の全国のお天気をお伝えします。高気圧に覆われて晴れて穏やかな天気となるところが多くなります。ただ内陸山沿いを中心に午後は天気急変の可能性があるので空の変化に注意が必要です。昼間は気温が上がり蒸し暑くなります。熱中症対策欠かせません。ただ北海道や九州や中国、四国、沖縄などでは雲が広がるところが多くなります。北海道は北部を中心に、九州や四国の太平洋側など、そして南西諸島でも雨の降ることがあります。外出時は雨具があると安心です。また雲が広がるところも蒸し暑さは続きますので、熱中症対策しっかりと行ってください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。